でる。死んでよし、天使中スピードでよし。どうも鈴木メトロです。はい、ゴロゴロメメメメメ。いつも鈴木メトロの動画を見てくれて本当にありがとうございます。さあ皆さん、また嬉しいことにご報告動画となります。早速ではございますが、この度鈴木メトロ結婚しました。すいません、ちょっとヒカキンさんにあやかってね、同じことを言おうとしましたけど、全然ね、ほど遠いことでしたね。さあ、タイトルにもある通り、鈴木メトロが、また、テレビに出ます！じゃーん、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 ナイスマッチ！そうなんですよ、鈴木メトロがね、前回に続いて、一つ目のテレビ出演することになりまして、この番組はですね、TBS の荒引き団という番組ですね。荒引き団は1月8日放送でございまして、今こちらの欄に載せてる通りがですね、正式な情報ですので皆さんチェックしてください。いやー、またテレビ決まりました。嬉しいですね。何よりも僕だけではなく相方のたくあんボーイと共にテレビに出れるというところがもう非常に幸せで、パンタグラフがね、世に広まるようにね、バンバンネタかましてきましたので、皆さんもぜひ見ていただけたらと思います。いや、ほんと嬉しかったですよ。たくあんボーイと一緒にね、テレビ局入って一緒に撮影して収録して、全てがね、本当にこのために頑張ってきたんだなと思える時間がね、ずっと続いていく中で、絶対に毎日テレビ局に通ってね、仕事できるように頑張ろうねってたくあんボーイともね、ガーンとこうね、ニュータッチ交わして、意識高めてね、収録臨んできました。前回の放送はですね、ちょっと僕のシーンがだいぶカットされてて、僕が一言しか喋ってなくて、ほんと申し訳ございませんでした。でもご安心ください。今回はですね、全国放送、そしてネタをたっぷりと披露してますので、きっとね、パンタグラフ二人ともね、じっくり映ってると思いますよ。なので、北海道から沖縄の方までね、全員が見れると思いますので、ぜひ皆さん、荒引き団見てくださいね。何気に皆さんの前でネタを披露するというのは、本当にこの番組が初めてのことではあるので、非常にオンエア見てるときはすごい緊張すると思うんですけどね。皆さん、お手柔らかに、いやいや、もうお手柔らかにどころかね、ガンガン見ちゃってくださいよ。ガン視してください、ガン視。ガン視？ガン見か。もし、くしくも見逃してしまった方は、TVer、そして荒引き団の公式YouTube からもね、見れますので、そちらお見逃しなく見てくださいね。ご安心よ。以上、短い動画ではございましたが、鈴木メトロがテレビに出るご報告動画でございました。まもなく動画終点。本日もご視聴ありがとうございました。トゥン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 、パッカーン。絶対見てね。強制だよ。怖いね。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。インスタのフォローお願いします。TikTok のフォローもお願いします。X のフォローもお願いします。皆さんの明るい明日に向かって進めたら